Wake up! このまま戦っても埒はあかん。 俺はいつでも新鮮ピチピチじゃ。どうやらお互いここまでのようじゃな。互いに魔王も玉切れのようじゃしの。しっかり数えていたか。ふざけたやつだ。この後に及んでまだ僕を変える気でいたとはね。 僕は今までの生き方が間違っていたとは思わない。過去があるから現在があるのだからね。哀れな末裔と笑いたければ笑え。これが森人一族、私の宿命なのだから。だが今を楽しく生きるためには未来も必要なのかもな。うん。 ということにしといてやる。一応引き分けだしね。これで四次選考も無事かのう。
違うよ、父さん。ん？あの！ありがとう、神様。あなたの役目はここまでですよ。ごめんね、父さん。僕、本当は最初から森人の一族なんてどうでもよかったんだ。この際だから言うけど、僕は父さんやご先祖様みたいに代々続いてきた家柄や仕事なんて継ぐ気はないから。何？あの、お前だって僕には僕の夢があるんだもん。いつの時代も子が親の言う通りになると思ったら大間違いだよ。夢だと？一体何なんだ？別に大したことじゃないよ。誰もが望む他愛もない夢さ。あ、これがトメル君ね。こいつは僕がもらっておくよ。神様！神様！あ、よかった、まだちゃんと生きてる。さすが神様。早速だけど、四次選考はルールを多少変更して僕が引き継がせてもらいますから、よろしくね。何のつもりか知らんが、このバトルのルールブックはこの俺じゃ。俺以外の者がこのバトルのルールや進行を操作することはできん。やだな、神様。僕のこと知らないの？僕は森人の一族ですよ。まさか。いただきまーす。さすが神様だ。道を作るのにはちょうどいいおあつらえ向きの力を持っているじゃないか。アジンギ転送。こんなとこか。